の急に美人度が下がったね。やっぱりオランダ美人さん多かったですね。オランダ美人、美人さん多いですよ、うん、でもイギリス人の女の子すごい可愛いですよ。ちょっとツンツンしてる。そうなの、そうなの、そうなの、そうなの。今このロンドンシティエアポートに行って、これもそっからも、ここ、はい、どこどこ、今バンクってとこに行って、そこへ乗り換えして、今どこに行くの。今ここです、ロンドンシティエアポート。ここからここに行くんだ。はい、まずはバンクに乗り換えします、うんうん。なんかこれはなんかちょっと地下鉄よりモノレールみたいなイメージ、うん、全然地下には入らないんで、いや僕別のとこ泊まっちゃったら明日駅で集合になるじゃないですか、うん、2人ちょっと心配だなと思って。舐めてるでしょ。だいたいどこでも1人で行ってんだよ。じゃあ何ツーブってんの。ツーブってないっすよ。え、駅え、だいぶ離れてるの翔太君。そうですね、僕は逆に北、北ロンドンなんで、で、2人がいるのはまあ西ロンドン。今これ、だいたい東京で言うとどういう位置か、池袋と新宿とかっていうのは、すみません、僕東京が一切わかんないです。千葉で言うと千葉で言うと、うん、木更津と、まあ、市川ぐらい、まあ、松戸、船橋、津田沼とかあの辺の。全然わからないね。買いに行きましょうか。オイスターカード見せたら、見せて。これを買いに行きましょう。これ何？これね、オイスターカードです。カキ。カキ。っていうカキ。そのカキ。なんでそんなことなの？それはちょっと僕もよくわからない。そういうのさ、なんでかって思わないとダメ。まあスイカとイコカとあんまり変わらない。なんすかね。いや、それは分かってるよ。オイスターっていう、ひょっとしたら、いい意味、ひょっとしたらスルスルっとすり抜けるようなことを英語だと、チルッといくと、オイスターみたいなこと。まあそういう意味なんですよ。うん。絶対ないでしょ、このこと。おはようございます。おはようございます。これどこ行くんですかね。これからカーディフに、カーディフじゃないや、あのウェールズのブリッジエンドってところに向かいます。あのカーディフって途中の駅、はい、まあ、一番大きな駅のフリグメーカーの全然撮ってないしね。これ面白いね、これ喋ってんのによそ撮ってるって。全然こっちにはカメラ見えない。音声入ってるから安心して。カーディフってね、シマノのリールの、そうですね、リールの名前にもなってますよ ね、トラウト系のね、はい、だからトラウト結構いる場所なんですか。まあウェールズもその内陸の方に行ったらかなりトラウトとか、うんうん、カーディフ自体は海沿いの結構栄えた大きな町ですね、うんうんうん、とかまあ言ってもウェールズの中ではかなり都会ですね、うんうんうん、じゃあロンドン市内からこう電車に乗って、はい、大体どれぐらいで2時間ちょっとですね。で僕らはちょっとそのカーディフのちょっと先のところまで行くんですけど、フリッチエンドっていうね、チケットも買いましたよ、はい、こんなチケットですね。結構でもするね、37ポンド。そうですね、これが5000円じゃん。4人集まると半額ぐらいになったりとかするんですね。こっちってグループ割だったり、これでも一応3人で旅するってちょっと安くなってるんですよ。あ、そうなんだ、これでも、はい、これでも、うーん、でも高いよね。高いですね、うん、で、すごい、例えばもうかなり前もってインターネットとかで予約をしておくと割引があったりとかっていうのがあって、結構安くなるの？結構安くなりますね。ほんと3割引きぐらいに買えたりもするし、うんうんうん、で、そこに何を積むと？シーバス、ヨーロッパシーバスを積む。ヨーロッパシーバス、これ日本のシーバス、まあ丸スズキと比べたらどう違うんですか？一応僕の知り合いで一度こっちでまあシーバスやったことある人の話だと、まあ日本の平鈴木にまあ近い尾びれだったりとか、まあ食性、サラシの中、サラシの中、あの岩場を好む、ただ口とかもすごい小さくて、まあ多分釣りやってる人だったら顔の形見たらまあ明らかにその食性だったりとかもちょっとその多分日本の丸鈴木とは違うかなとか分かるぐらい顔は全然違いますね。ちょっと若干口下向きについてたりとか、若干下についてる、はい、僕釣った時思ったのはなんかほんと丸太ウグイみたいな顔をしてましたね、うんうん、まあ言い過ぎればですけど。ミノとかペンシルで狙う感じなんですか。
多分ミノーですね。ミノーとあとは今日今回一緒に釣る彼のやつ見てると、うん、結構テキサスリーグのワームでもよく釣ってるんですよ、うん、だからやっぱりもうそこの方でガガガッと食べてるのかなと思うんですけど、その釣り方はね、ブラジルのシーバス、ね、なんつってスヌークとか、スヌークもうテキサスで釣れるんですよ、ミノーでも釣れるけど、でもあのヒラスズキってあんまりテキサスでならない、そうですね、多分根がかちょっとブラジルのシーバスっぽい感じがしますね。あ、スタートしましたというわけで、はい、はい、向かいたい、2時間半、今日朝早かったんで眠たいですね、ぐっすり寝ましょうか、とりあえず寝過ごしたらやばいですけどね止まらないんでこれ今まだ市内地、市街地というか都会なんですけど、あと20分30分もしたら結構イギリスの、まあ、よくあるカントリーサイドというか牧草地帯みたいのが多分もう見えてくると思います。川渡って、で川にあのナローボートとかっていう、まあ、小さい船なんかがあって、まあ、もうちょっと時間かかりますけど、はい、じゃあ翔太君喋ってください、ね、なんか言ってください、何喋ってるの、この田園風景が広がってますってやつね、いるで、田園風景が広がってきました。なんかイギリスって言ったらなんかロンドンとかのイメージ強いですけど、結構こういうところがまあ基本的にはイギリスっていうイメージですかね。ああいう田舎のあれとか多分農家の方の家なんかな、ああいうの今だね。これでもちょっと農家レベルじゃなくて、ちょっとかなりいい感じ、これかなりですね、いい感じですね。牛もいますね、ジャージーって言いますか、いや、あれ多分ジャージーって茶色だっけ、写真で見た感じ茶色ですけど、多分でもジャージーって言うてもいろんな色いると思うんですけど、ジャージー深い、これ深い、あれ普通のそんな感じですね。 I think people, people kind of believe the London is the biggest image I have about them. This kind of countryside view is more like British.England. That's England. Countryside. That's it. The biggest one is going to be about £20, £30 here. It's pretty big. I mean, no, that's a good season.楽しいね。あのマットに寝たら意外とあんまり寒くないのかもしれない。今日これでカレーだったら最高だね。僕ら4日間カレー食べてます。やっぱこうキャンプといえばカレーじゃないですか。He said now that he was like he wanna eat curry rice, but basically we've been eating curry rice for 4 nights in a row. So basically last night was Indian curry. イギリスでは違うかもしれないけど。In Japan, basically, normally, it's really classic. Like for dinner, we usually have curry rice in camping. でも今日5日目になるかな、カレー食べたら。But if we ate, you know, one like one curry rice tonight as well, it's gonna be fifth day of curry in a row.